風紀委員長雲仙妙理との戦いは辛くも勝利を収めたものの、しかし代償としてメダカちゃんが負ったダメージはこれまでにないほど大きかった。メダカちゃんはあの後向かった病院でそのまま入院する運びとなり、登校義務の免除された13組生としては珍しいメダカちゃんの無遅刻無欠席無早退の記録はよって残念ながら途絶えてしまうこととなった。そんなわけで今日は俺たちにとって初めての黒髪メダカのいない生徒会である。この番組はメディアファクトリーランティスとご覧のスポンサーがお送りします。人吉、来月の予算計画なんだけれど例の書類はどうなってるの？ああ悪い、ちょっと遅れてるわ。運動部連合と若干揉めててよ。問題が運動部なら俺が間に入るよ。人吉くん引退したとはいえ鍋島先輩はまだ全然顔が利くだろうしね。平和だ。なんだこれ、何も起こらないぞ。これじゃまるでこれまでのトラブルの原因があたかもメダカさんにあるようじゃないか。いわゆる名探偵のパラドックス。事件が起こるから探偵がいるのか、探偵がいるから事件が起こるのかってやつですね。どうする？こうなったら私たちが率先して事件を起こしてみる？いや、事件のために事件を起こすなんて、そんなメディアミックスのためのメディアミックスが横行するアニメ業界みたいなことをしたらダメだろう。確かにメディアミックスのためのメディアミックスが横行するアニメ業界みたいなことをしたらダメですね。まあ、名探偵のパラドックスは大げさにしても、メダカちゃんがかなりのトラブルメーカーであることは否めねえけどな。とにかくあいつはおとなしくしとくってことができねえんだから。ん？なんだよ、喜界島。確かに人吉の言う通りだとも思うんだけど、でもトラブルメーカーって言葉も黒髪さんに対して私はあんまりしっくりこない気がするんだけどね。神さんはトラブルを作っているわけじゃなくて、トラブルの種を掘り起こしているんだと思うんだよ。いや、種なら掘り起こしているっていうのはおかしいかな。種に水をやって肥料を与えて丹念に世話をして育てているっていうのかな。みんながなあなあで済ませているところに波風を立てているっていうか。おいおい、それじゃますますいいところが一個もないじゃないか。トラブルの種を世話して育ててるって結局メダカさんのせいだと言っているのは変わらないし。じゃなくて黒髪さんのせいかもしれないけれど、でもそれは黒髪さんが悪いってわけじゃなくて、黒髪さんのせいでトラブルになってしまうような元の状況が悪いんだよ。少なくとも私の時はそうだった。私たちが心の中に埋めていた種を放っておいたらどうなっていたかわからないような種を黒髪さんは育ててくれて、ちゃんと花を咲かせてくれたよ。アクネさんはそうじゃなかった？そうだね、確かにメダカさんはそうなのかもしれない。そういう人なのかもね。だからこそ俺たちはこうしてメダカさんと一緒にいるわけなんだろう。一緒にいたいんだろうね。かっ、俺は無理やり生徒会に入れられただけで、別にメダカちゃんと一緒にいたいわけではねえですけどね。仕方なく一緒にいてやってるくらいの気持ちですよ。またそういうことを言う。雲仙君との戦いを経て君はまだそんなことを言っているのか。まったく、そんなことばかり言っていると将来ひどい目に遭うんだからね。バカな、俺が一体どんなひどい目に遭うと言うんです。そうだ、人吉、目安箱を見に行けば。今日はまだ見てないでしょ。ひょっとするとトラブルの種が投書されてるかもしれないよ。投書トラブルの種とか言うなよ、喜界島。だいたいあんなに騒いだ直後だからな。
当初そのものがあるかどうかも分かんねえぞ。ありました。ため息ついたぞ、あの女子先輩。きっとメダカさんがいないのを確認してがっかりしたんだ。あの程度で心折れないように頑張ろう、私たち。っていうか、持ち丸先輩、なんでずっと頭抱えてるんです？あ、ごめん、気にしないで。こうしてないと私、頭が肩から転げ落ちそうで怖いんだ。そうですか。で、投書には相談があるとしか書いてなかったけど、具体的には何だい、笹江さん。お、将棋部部長？あ、うん、コウキ君。将棋部でもこの間世代交代があってね、私今部長なんだ。部長。ふん。ねえ笹江さん、本当に気が進まないなら日を改めるかい？メダカさんも念のため精密検査を受けているだけで、問題なければ一両日中には戻ると思うしさ。いえ、案外廃材というか、むしろちょうどいいのかもしれないし。私の悩みっていうのはね、コウキ君、探し物なの。なくしちゃった将棋の駒を1枚部室の中から見つけてほしいんだ。この部屋のどこかに、そのあると思うんだけど。ちなみになくした駒っていうのはこれ、この中の1枚だったんだけど。あ、すごい、この駒本告げじゃない。本告げ？なんだそりゃ、高いのか？高いなんてもんじゃないよ。確実に10万円はするよ。この駒の出来具合からするとかなりの腕の職人さんが作ってるから、その倍、3倍ってことも。悪かった機械島、お前に金の話を振った俺が悪かった。値段のこともそうなんだけど、古くから伝統的に将棋部に伝わる一品なの。だからなくしたじゃ済まないんだ。お願い、顧問の先生に知られる前に見つけてちょうだい。ちなみに笹江さん、なくした駒の種類は何だい？え？王将。この部屋の惨状じゃ確かになくし物もするだろうけど、しかしよりにもよって王将とは、将棋の駒の要をどうやってなくすかね。だけど持ち丸先輩がちょうどいいって言ってた意味が分かったよ。黒髪さんがお休みしている今の生徒会は、王将の欠けた将棋盤みたいなものだもんね。メダカちゃんが王将？飛車角じゃなくってか。むしろあいつの一本やりなところは強者って気もするけどな。いや、メダカさんはやっぱり王将だろう。全ての方向へと動ける唯一の駒さ。もっとも囲いの中でおとなしくしてくれている王将じゃないけどね。むしろ積極的に自ら敵陣に攻めていくタイプですよね。メダカちゃんなら王で王手を打ちかねませんよ。王で王手って打てるの？まあそうはないことだけどね。俺の印象では千日手よりも珍しいって気がするよ。それでもメダカさんならやってしまいそうなところが怖いだね。もちろんその状況を作るためには周りの駒のフォローが不可欠だろうけどな。相手の王と怠慢を張るってわけにはいかないだろう。メダカちゃんはそれを望むのかもしれねえけど、どうなんだろうな。俺たちはちゃんとメダカさんにとっての飛車角金銀に慣れているんだろうか。おやおや、あんたにしちゃ弱気な発言じゃないですか、アクネ先輩。弱気ってわけじゃないが、ちゃんとそういう俺たちじゃないとメダカさんの暴走を止めることはできないからね。そこは心得ておかないとダメだと思ってさ。そうだね、王がなかったら将棋にならないんだから。黒髪さんを失わないよう、そこは私たちがちゃんと一致団結しておかないとね。がしかし考えてみりゃ面白いぜ。メダカちゃんがいなくなって初めて分かったけど、メダカちゃんがいなければ俺たち3人がこんな風に一緒に何かをすることはなかっただろうな。そうだね、メダカさんに会ってなければ俺は今頃何をしていたのかな。少なくとも将棋部の掃除はしていないと思うけど、
でも何をしていたかというと全然想像できないね。本当に不思議な人だよ、メダカさんは。あんなありえない人なのに、気がつけばいつの間にか一緒にいることが当たり前みたいになっているんだから。簡単じゃないですけどね。メダカちゃんと一緒にいるというその当たり前を実践し続けるのは確かに違いないよ。結構な重労働の結果、片付きはしたけれど結局なかったね、行方不明の王将さん。そんなはずがないよ、コウキ君。絶対この部屋の中にあるんだから。おかえり、ササエさん。ところで君は今まで手伝いもせずにどこに隠れていたのかな。持ち丸先輩、ひょっとして他に心当たりがあるんじゃないですか。さっきから聞いてると、ここにあるはずって思ってるわけじゃなくて、ここにあってほしいって思ってるだけのように聞こえますよ。まるでもっと悪い可能性を危惧しているみたいに。違うよ、何言ってんの。的外れなこと言わないでよ、人よし君。何にしてもこれだけ探してもなかったんだ。他の可能性を探るしかないだろうね。その間はこの辺の似たような駒で代用してもらうとして。そんなのダメだよ、アクネさん。同じ駒でも材質が違えば色合いとか全然違うんだから、バレないわけがない。いや、この将棋箱の中にも王将がない。マグネット将棋盤のものに至るまで、物質の中の駒からは全て王将だけが抜けているか。不活だったよ、片付けている最中に気づくべきだった。しかしこうなってくると、ことは単純な紛失事件とは言えないな。もはや盗難事件と見るべきだ。笹江さん、人吉君が言うように心当たりが本当にあるんだったら聞かせてもらえるかな。君がいくらそれを望んでも、この部屋の中からなくなった駒が見つかることはないと思うよ。ねえ笹江さん、立ち入ったことを言わせてもらうけれど、君の心当たりとは、あるいは中山さんのことじゃないのかな。それはその違う。中山さん、アクネ先輩、誰ですかそれ。2年10組中山ミリ、俺や機械島さんと同じ特待生、チーム特待の、まあいわゆる天才ってやつだよ。笹井さんには失礼な言い方になるけれど、俺がさっき意外だったのは、部長が代替わりしていたからじゃない。てっきり次の部長は中山さんになると思い込んでいたから驚いたのさ。そうだね、確かにあの子は将棋部で誰よりも強いよ。だけど同時に誰よりも部長にふさわしくない人間でもあった。こんにちは、生徒会執行部ご一行、引くことの黒髪ちゃん。こんにちは、中山さん。実は聞きたいことがあって来たんだ。将棋部の部室から王将の駒が全部なくなったんだが、中山さん、何か知っていることはないかい。残念ながら全然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 知らないわね。っていうか、私もう将棋部員じゃないし。でもとても悲劇的な事件ね、痛ましいわ。まあしかし言っちゃいいんじゃない。王のいない将棋盤ってのが、持ち丸さんたちはお望みのようだったようだしね。王中山さんの将棋の腕はプロ並みというか、実際にプロです。そのもの王将と呼ばれるくらいに。そんなこと将棋をさせるのは本当は光栄なんですけれど、けれどあの子は他人に厳しすぎる。初心者にさえ自分と同じレベルを求めて隣散らす。中山は頂点には立てるが人の上には立てない。先代の部長はそうおっしゃっていたわ。他人に厳しすぎるゆえに王座を追放された王ね。部長に指名されなかったから部活を辞めて、去り際に部の財産を盗んで嫌がらせ、
さすがに器が小さすぎだろう、ナタヤマさん。高校生プロの長泣くぜ。だから知らないってしつこいな。ただし、あの子たちに嫌がらせをしたい人がいたとしたら、その気持ちはすごくわかるわね。だって、弱いことは罪じゃないけれど、強くなろうとしないことは罪だもの。ナタヤマさん、後輩にあんまり厳しくしないでくれるかな。私たち運動部じゃないんだし、それに私たちはあなたじゃないんだから。あなたと違って一生将棋を続けるつもりなんてないし、私たち楽しく部活をしたいだけなの。あなたには不愉快な環境かもしれないけれど、でもそういう人間もいるって理解してほしい。ナタヤマさんにはできれば将棋の強さじゃなくて楽しさを教えてほしい。つってざけんじゃねえよバカ。喧嘩と油同時に売ってんのかよ。部長になれなかったからって何もやめることはないと思うけどね。特待生の君が将棋部を辞めたらまずいだろうに。そんなの柔道部を辞めてる阿久根君に言われたくないって。まあ確かに困るけどね。私あなたみたいに多方面で評価を得ているわけじゃない。だけどあなたと同じで自分より下の人間の下につく気はないわよ。だいたい王将がなくなってるのに気づくの遅すぎでしょ。どんだけの期間刺さなかったのって感じ。大方気づいたのは本告げのやつだけで、他の駒の紛失に気づいたのは阿久根君とかいうオチじゃない。だったらいらないでしょそんな駒。なくなって困るものじゃないんだからさ。行こうか人吉君。機械島さん、お今の会話で自白としては十分だ。あとは先生方にお任せしよう。駒さえ無事なら大事にならないよう俺から口を聞いておくよ。それはどうも色男くん。でも余計なことしなくてもいいわよ。あんなことしてただで済むなんて私も思っちゃないんだから。いや知らないけどさ。阿久根先輩ちょっと待ってくれませんか。うん、確かにこれで解決でもいいと思います。犯人が見つかって探し物も遠からず見つかるでしょう。だけど先生に言いつけて終わりでいいなら目安箱なんていらないし、生徒会だっていりませんよ。そうだね、確かに君の言う通りだよ人吉君。だけどじゃあどうするのが正しい。何が正しいかなんて俺には分かりませんよ。でも多分メダカちゃんならこうするんじゃないですかね。勝負しようぜ中山先輩。あんたが勝ったら無罪放免、その代わり俺が勝ったら駒を全部返すんだ。私相手に将棋で挑もうっていうの？あなた将棋？言うまでもなく。それともひょっとして自信がないかい高校生プロ。バカにされたものだわ。素人に勝負を挑まれるなんて。それとも実は人よしくん凄腕だったり？いいでしょう、相手になってあげるわよ。さっさと駒を並べなさい人よしくん。って何よこれ。は、見りゃわかんだろ。あんたが並べろって言うから並べたんだぜ。それともあんた周り将棋を知らねえの？周り将棋ざけ。ふざけてねえ。こんな将棋しかできなくしたのはあんただ。駒から王将抜かれりゃこうでもするしかねえだろうが。あんたがやったのはこういうことだ。なくなって困るものじゃないとか言うけど、困ってからじゃ遅いんだよ。まあもっとも幼稚な嫌がらせをするあんたにはこういう子供向けの遊びがそれなりにお似合いかもしれねえけどな。ナタヤマさん、
君には言わずもがなのことかもしれないが、将棋の駒にはそもそも王なんて存在しないんだ。銀金の上位としての玉があっただけでね。王将というのは単にどうやら玉将の五色から生まれたものらしい。まあ考えてみれば王と将って字面として相性が悪いよね。それが今や王将の方が玉将よりも格上扱い。玉将としてはじくじたる思いだろうし、正直やってられない気持ちじゃないのかな。だけどだからって玉将が盤面から弱々しくも逃げ出したなんて話は俺は過分にして聞いたことがないね。むしろ玉将はいつだって王座を奪還するため戦っている。強くなろうとしないことは罪だと言ったが、だったら中山さん、後ろ向きで投げやりな今の君こそがいち早く断罪されるべきじゃないのかな。いずれにしてもギリギリまで君を信じていた、信じたがっていた笹江さんから強さを感じ取るのはそんなに難しいことじゃないと思うけど。中山先輩、タガビシャっていう言葉の語源は将棋の駒なんだけど。きっか一馬さん、無理やりいいこと言おうとしなくていいから。私に対して将棋をして語らしめるだなんて嫌味なことをしてくれるじゃないあなたたち。だけど噂は本当だったんだ。今度の生徒会執行部は敵も味方も大切にするって。あなたたちは黒髪メダカがいなくてもちゃんと生徒会執行部なのね。その後紛失していた駒は全て部室のロッカーの裏から見つかったらしい。そこは何度も探したはずだが、きっと見落としていたのだろう。そして中山先輩も将棋部に戻ったという。持ち丸先輩の探し物は、探し人は無事に見つかったということだ。学業、恋愛、家庭、労働、私生活に至るまで悩み事があれば迷わず目安箱に投書するがよい。24時間365日、私たちは誰からの相談でも受け付ける。続け。この番組はメディアファクトリー、ランティスト、ご覧のスポンサーがお送りしました。